かりました。じゃあそういうことで、それでぶつけるんですよ。工事の次元を設定したらですよ、そこの自分が、うん、今のこの三次側の N 沢に説教をするんですよ。なんであなたは私とこんなギャップがあるんですか、うん、そうすると三次側の自分は言い訳するわけですよ、うん、その言い訳をまずこう羅列して、それをキルビルじゃないんですけど、うん、あのキル N していくわけです。キル沢していくわけです、うんうん、まあ、キル沢しちゃうと自分を殺すことになる。だからそれが制限を外すってことですよね、ある意味。その制限にまず出会うことなんですよ、うん。まあでも出会って向き合わなくてもいいっちゃいいんですけどね。向き合うとね、超えれない場合もあるんですよ。うん。超えた場合って、その、なんだろう、制限のこと気にしてないの？ちょっと、その辺も次回聞きたいですね。これは簡単に言っときますけど、うん、例えば、うん、体脂肪率 30% のデブは、うん、30% をどうやったら 29% にできるんだろうって悩むけど、 N 沢は悩まないですよね。まあ悩まないですね。だからそういうことです。コンテクストですか？だから N 沢が今勝手に作ってる制限があるじゃないですか。デブじゃなくて違う、うん、でそこを悩んでない人はそこを悩まないじゃん。あ、超えるってそんなに、そのなんつうんだろう、それかさぶたいじりとも言えるんですけど、うん、そのかさぶたあんま気にしないですよね、うん、ただ気にしないとなると人間って都合が良くなるので、うん、やっぱり工事の自分との対話っていう、うんうん、まあ、神との対話っていうのはあるんですけど、まあ、神との対話わけわかんないんで、でも同じなんですよ。工事の自分との対話なんです、うん、で工事の自分から三次の自分に突っ込み入れたり、三次の自分から工事の自分に突っ込み入れたりしながらやり取りしてって、三次の自分がどれだけ工事の自分側に近づいていくかっていう。あ、それミスって工事の自分が三次側に下がってきたらもうやばいよ。うん、よくある事件なんですね。うん、まあこっちの世界の方がリアル、うん、だから臨場感なんですよ、うん、工事の世界を臨場感出せるかと、うんうん、で三次の側の世界はもう常に我々こっちにいるわけですから、うんうん、リアルでしかないんですよ。だから引っ張られちゃう、うん、だからそんなこと言ってもお金みたいになっちゃう、うん、いや8の4ってなんとなく分かったけど、ピーチ姫も確かにそうだったなみたいな、いやだけどお金みたいな、コインだから日常の生活に追われちゃう。うん、日常生活が終われるのは日常の臨場感にやられちゃってるってこと。日常の臨場感に騙されてる、うん、っていうことですね。おいおい、いや工事の自分を、うん、との対話ですね。工事の自分は制限のない自分なんで、ちゃんと作り上げて、うん、そことのお話ごっことか、うん、工事の自分だったら今の自分に何て言うかなっていうのを自分で想像しながらやるってことですよ。うんうんうん。面白いです、これ。まあ、あの、バキのゴキブリとのあのバトルの練習みたいなのを見てます。うんうん、あれはカマキリとかゴキブリ作ってましたけど、うん、これは工事の自分を作る。うんうんうん、そのイメトレです。わかりました。はい。じゃあこれを一つまた課題として。ウィウィ。今回の朝練は一つ違うんで、また次回は火曜日で。火曜日になりそうですね。これは。ええ。とりあえず放送は火曜日になります。おや。よろしくお願いします。ありがとうございます。おや。